はい、フリースタイルボリューム2です。ということで今は淡路島のサービスエリアにいます。向かう先は四国で、まあフリースタイルなんでね、フリースタイル的に決めてないです。狙いは今回もラージマウスバスね。でまあビッグワンさすがに撮りたいなってとこですよね。なんでまあリサーチもしてないし、ちょっと前に四国も含めて全国的にすごい雨が降って線状降水帯で、でまあフィールドがどうなっているかもちょっとわからない状況なんで、まあいろいろそこを見つつリサーチしてアジャストしながら、まあでかい魚一本取りたいなって感じで、向かおうと思います。ではフリースタイルボリューム2スタートです。水位が問題やろな、どう考えても。うわちょっと何ですかこの色。フリースタイルっていうかさ、水やばねえか。はい、ね、まあ、四国来る途中、この前の雨がちょっと相当すごかったんで川はダメだろうっていうことで、来たのは府中湖です、うん、でも来てみたらここはここでこの水泡が立って超マディウォーターです。これもこれで相当ひどいんですけど、これ仕上がった状態なんで釣るの相当しんどいかなと思うけど、まあとりあえず来たんでやってみます。でまあ、運悪く来た途端雨っていうさ、もう前回に引き続き今日もちょっと冷え込んで寒いっていう感じの雨です。まあ一番嫌なのはこの水、うん、まあでもとりあえず買って知ったるっていうか、過去ねリコーとかでもやった場所なんでポイント的な知識はあるんで、ちょっとやってみます。でダメならまた見切って早々に違う場所行くかなという考えで、まあ、それがフリースタイルなんでどっかでずっとやるとかっていうこだわりはないんで、うん、とりあえずはやってみます。あ、ここだけね。もっとカレント聞いとるもんで上流行った方がいいかもしれんわ。あー、こうマットラインやで正解やわ。ここにおるのはバスさんがいないな。うわ上にもおるし、地球丸です。これね、もうリアクションしかねえよ。食わせれるでしょ。ベイト感はどうですか？え？ベイトの感じどうですか？何もいねえよ。なんかね、餌がいねえな。これ多分カメしかおらん。
全く活性感というか生き物の存在が感じられん。うん、水がとにかくすごく臭くてやばいと思いますよ。一番なんかこう濁りが発生して一番末期みたいな気がする。はい、ありがとうございます。釜玉よ、釜玉ショーです。結構かけてかけすぎると辛いですよと書いてあるんで、そんなもんでいいんだよ。かけすぎいきます。いただきます。うまい。やっぱね、麺は讃岐うどんの中では、まあ、真ん中ぐらいな感じ、ちょっと柔らかいかな。出汁がめちゃくちゃうまいし、やっぱこの喉越しがいいな。これは冷たい方ね。僕結構生姜かける派で、これはこれで全くまた別物だと思う。やっぱこの作戦正解だよね。冷たい人とあったかいでしょ。ない。いや、うまかったよね。やっぱりさ、釜玉のちょっとレベルが違いすぎる。もうなんか絡み具合とか卵のその若干こう加熱された麺によってがもう間違いなくちょっとダントツすぎるよね、ここの釜玉は。美味しかった。やばいわ。はい、またまた移動してね、門入ダムっていうところ来ました。ちょっとね、湖のアクセスが全然わからんくて、一応まあバックウォーターやぶこぐしながら入ってこかなって、行けるかどうかわかんないけど、とりあえず突入してみます。何が掘るの？見えへんのやけど、え、物体が。バス見えてないっすね。俺一匹もいてねえよ、うん、なんでそういう日なんで。チャットキルウェイザー、これもしかして。また例のこれはさ、絶対落とした方がええよ。これ話したやろ。食ってるやろ。これは食っとるやろ。あれ、おバスや、どうすんのこれ。バスがいました。いやいやいや、とりあえず香川バス1本目っていうか四国バス、今回のプレッシャーかかって色が白いね、この濁りのプレッシャーっていうか。はい、やっと釣れたって感じだね。
厳しいよ本当に。まあでも今のはまあ来るべくしここやろうなっていう場所で来たよ。あの岩場それね、はい、そこだけ岩ボトボトボトってボトムの水中までずっと沈み込んでっとるでしょう。他のところはもう本当の赤土の斜面なのね。でそこで岩だけがあるんで止まるとしたら絶対そういうとこじゃない。でもう一個あそこにもあるし、あの岩場、まあ、ああいうとこないで、そういう変化を探しててやっとここに来てそれがあってなんかここやろなっていうところで、あまりアップヒルだし極端なで、なんて言ったらいいかな、あの定点で割とこう波動をフワ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 出して誘える、やっぱりまあこうそういう時は猫力が強いね。でちょっと強めにしたかったんで、あのマグナムスワンプ、うん、がまあ全てまあ整ったって感じかな。来るべくしてきたって。ここ攻めづらいな、降りたろうかな、めんどくせえんやな、これよ。釣りてえぜ、ゴジャップ1本でいいもんね。ゼロワンですからね。あ、うちの企画はワンビッグなんで。はい、おはようございます、フリースタイルボリューム2、2日目、徳島県のね、昨日香川だったんですけど、あまりにも水がひどくて濁りがね、雨ので、徳島の今回今日2日目ダム行きました。水はね、僕ここ何回か来たことあるんですけど、やっぱ濁ってます。でも香川県のリザーバーよりかはあの住み始めてるかなっていう感じなんで、ちょっとまずここからやってみたいと思います。なんかさ、地形も変わっとる、クラッとなくなっとるもん。あ、見えてねえだけかもしれんけど、絶対この辺が多分、でもカレントがないんやね今一切。イルリグね。僕は50番です。全然回遊バス見んのですけど、あ、バスや、あかん、見られた。ちゃかったな、ゼロカレントなもんでさ、反転流がどこにできるかな。一匹だけずっと反応しとったんやけど、アップヒルすぎて、うわ、止めとくとこもなかなかなくて、食いそうやったけどな、食わんかった。
今まで2回口使っとるね。うん、2回口に入っとるわ。やけどフッキングまでできる食い方じゃない。ハフってやるだけな。そこでもう完全にフィーリングするわ。餌がリンクしとるもんで、これ餌リンクしてなかったらワームに反応するけど、完全フィーリングやん。なんか引っ掛ける場所欲しいな、マジで。よっしゃ、あかん、ちっちゃい送ってまった。ダメや、小規模クラスが食いやがった。ほらほら、やっぱボトムやな。こいつ釣りたかったよ。よいしょなんか執念の敵っぽいね。もう天才すぎ、全てにおいて。めっちゃ餌食っとるって感じやん。9、はい、カレントがなんかガッて一旦効いたかなと思ったら、ベイトボールがもう岸ガッて揺れ始めて、でフィーディングね。で何発かは食ったけど、もうなんていうの、レンジまず表層からやっていったら、表層は結構やっぱベイトスイッチ入ってもスーッと見るけど、なんかまだ水面では食わんって感じで、で中層じゃダメで、じゃあってボトムに切り替えて、ボトムが結構半見たりはするけど、なんかきっかけが作れんくて、でちょうどどっかないかなって言った頃に岩がポツッとあったので、そこにコンってかけてペタペタペタってやった時に一匹が反応して、でもうペタ弱いしいけどピッピッてやりながらペタペタペタってペラもピュッて回るんで、そのタイミングでズボって食ったっていう。あいつでかいけどな、あれ絶対50あるわ。でかい群れとちっちゃい群れおるよね、ベイトサイズ。うん、あのボイルさ しとったやつらはちょうどこのサイズだよね。もう一段ちっちゃいのもおるよね。で一番反応するわ、すげえ多分。もうだってここまで来るもん、どうしようって感じでさ。で一回目のやつはもうあってやってみたけどダメ、すぐバッてやっちゅうってやっぱリアルなるよな、こういう餌にリンクしてもうカチッと餌ばっか見るやつは。ああいう落ち合いやな。来た、あかん、距離がつまらん。俺を見とる。
とまあまあや。あー丸飲み完全パターンやね、もうこれねえ、どうすか50? 1.5 フリースタイルビッグワンこれが導きってやつやね、あの釣るまでの導きっていうか、いろいろすごいルアーローテーションして、もう絶対食うと思ったもん。今体がこうやって斜めになったりさ、土あのボトムを見ながらうーんってなったら、あ行くなってパッ、また口の中見しまってほら完璧ドハマりでしょ。いやもう完全なる掴みました。とりあえずこのあのシグナルのねマルシャット4インチにシグナルのプロップフックっていうのをつけた、プロップマルシャットって呼んでるんだけど、これのもうデッドホバー、もうこんな感じ、ボトムにつけてダラダラでラインスラックシェイクして、こんな感じでペラがキラッキラって回るのね、キラッキラって。でフラッシングとこの揺らめきでバコって食わしてるんだけど、朝の朝っていうか最初の1匹目でなんとなくその表層とか、表層も反応するのね、映像とかに映ってると思うけど、表層も反応するけど、表層反応するけど食わない、やっぱりボトムの壁使ってデッドホバーするとこのプロップマルチャットだけは食う。まずワッキーから入って、あ違うわ、マンバ、マンバから入ってちょっとボリューム感がありすぎるのもあるんだろうけど、もう嫌うのね。でワッキーは遠くからすごく魚を呼ぶで来る来るけど、シルエットとかその動きの認識ができた時点で即 U ターンするのね、見切るっていう。でこれだけは最後まで来るで、まあ何回も今日口使ってるけど、結局導き出せるのはいいタイミングでボトムに合ってて、デッドオーバーしてるとスッと入って、多少考えるけど中でキラ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 してるとパコンってくるっていう、もう完全に再現性のある釣りね、これ間違いなく。この天才バスがうろうろするエリアで、うん、完全に再現ができる釣りだから、これをやり続けると多分またでかいのも釣れたり他のバスも釣れたりするけど、ちょっとストレスだもんねグリグリポーンって取りたいけど、でも今ここのクルージングはこういうことじゃないと食わんね。確かに朝入ってあのリザードクローラーで岸ギリギリ波紋立てながらやるとめちゃくちゃ反応する、まあ、それもこういう理論と一緒なんだけど、ベイト反応っていう、ベイトフィッシュのあのピシャピシャっていう波紋で反応するのと一緒です。決してクローラーベイトに反応しとるっていうわけじゃなくて、あのベイトフィッシュとリンクする要素があるもんで、動きので反応してるだけで、バイトまではいかんかったね、ものすごい直近までは来た。ってところで9時22分で、50.5 で完全なるパターンフィッシング、うん、はあ、フリースタイルボリューム2、もう人が多いのよ。はい、これがね2023年シマノが新しく出したあのタフスリングっていうバッグです。で、まあ、名前の通り特徴はタフ、強い、ポケットいろいろあるんですけど、こういうファスナーのところとかもすごく使いやすく、そして強く作ってあるのね、うん、で最大の特徴はこういうのってね肩掛けになるんで、僕が今あの使ってるのは、僕はこっち掛けが好きなんですけど、左の肩掛け、右の肩掛けがいいなっていう人はここを外すと、これね、こう外すと、外してこっち、このところを通してで、こ
これを中に。ファンタッチでこう右の肩掛けに変えられるっていう、まあ左右両方使えるってやつです。でまああのワンタッチでね、この引っ張りのあれをワンタッチでフッと引っ張ると緩めて、タックルチェンジとかができるっていうところで、まあ最大の特徴はこの左右肩掛けを変えることができる。でポケットの構成なんですけど、まあ前側からいきます。ここに一つポケット、小物を入れる。でこれもそうです。でここにはあのマルチシャット、これエラストマーなんで、ワームと素材と一緒にするとまあ溶けるとか変形したりして、あと形が変形するのが嫌なんでブリスターパックに入れてある。でもう一つシンカーとかジグヘッド、ここに外側に取り出しやすいように外側のポケットに入れたり、でここにはまあプロップフック、とりあえず予備で入れてあります。でここはあのポーチ、シマノのポーチなんですけど、これにまあ大体今回使う主要なスナップとか、ネイルシンカーとかジグヘッドとかフック類を全てまとめてあります。まあここに全てのリグに対応できるようなものを入れてあるっていう、うん、これが前面のポケットで、サイドはこれ、まあ、ペットボトルが入ったりとかもできます。でもう片方のサイドはこれですね、フライヤーとかあのペンチを収納できる、うん、で次、本体の部分、中身です。まあこんな感じです。ザクッとバコンって開くんですね本来で、まあ、今回はこのいわゆるワーム系で、まあ、巻物っていうかね、スイムベイトとか、こういうジジルとか BT ベイトとか巻物入れてありますと同時に、あで次がこのビッグベイト系、こっちね、BT ホースとか、アマジョイントで黒竜とかアトッパズベイトね、そういうのが入れてあります。でプラススペアスプール、やっぱりね現場で結構号数とか変えたりするんで、僕は2個持ち歩いてます。スペアスプールが入って、で、まあ、今回香川も予定してたんで、香川県って来魚すごく多いフィールドなんで、マウスオープン、もうこれ必須なんで、マウスオープナーが入って、まあ、これシンカーです。こんな感じでこれだけ収めることができるっていう、まあ、これだけ収めればビッグベイトから、場合によってはジャイアントベイトも入れれるんで、ビッグベイトからフィネスとか普通の巻物でスイムベイトっていうの全部割とおかっぱりで一場所で使う分には全部収まると思うんで、すごいボリューム的にはすごくいいバッグかなと思います、うん、それがあのシマノ2023年新製品のタフスリングです。ダメだわこりゃ。はい、さっきのねダムでまあちょっと見切りつけるっていうか、魚の動きがガラッと変わってなんか停滞したんで、まああれ以上折ったって無理かなって感じで、違うダム来ましたけど、これですほぼ終わってます。とりあえずやってみますけど、相当なんかないかなって感じの水の色してます、うん、まああんでこういう沈んだ株っていうの、スタンプみたいなのがあっちまでちょろちょろあるんで、それをちょっとメインでもしついとれば出てきてくれんかなって感じなんだけど、ただあんま時間かけたくないんで、
ある程度これ朝より全然気温上がってるでしょ。で日照量も多くなってバス浮きやすいのね、このタイミングと。なんで BT フォースかっていうのは、この音と水面バシャバシャテーブルターンするときにコボコって音と、あとこのルアー自体が飛沫も出すしラトローもすごいのね。だからもう音、強烈な音、音とスプラッシュ出すんで、浮いたやつピッて浮いたらそれでスイッチ入ってバコって食わすっていう作戦なんやけどね。落ちてた。やろ。でかかったよね。いや。うわ、惜しいことした。やっぱこういう釣りの方が気持ちいいよな。間違いなく気持ちいいよ。やっとるだけでも気持ちいいよ。はい、マサキがちょっといい感じだったんだけど、いろんなとこ見たいなと思って、まあ、リザーバー結構点々と何か所か見ました。で滑ってもう水真っ白で相当ひどい。で桑野が、まあ、帰り途中なんで、あのベース地にで桑野が寄ってみたんですけど、下流域すごい、何の要因か分かんないけどとにかく真っ白で、で上流の方ちょっと水がまあ綺麗っぽくはなってるんで、もう時間的に夕間詰めに入ろうとしてるんで、まあここでちょっと最後やってみようかなって感じです。はい、食ったやろ。うん、食った食ったけどちょっとでかすぎるやな、具が。これ今回あかんね。戻りますか。食うけど乗らんってやつばっかやな。 BT フォースといい、このケラソニックといい。ケラソニックシャットか。それはもう巻きのワームなんですか。巻きとかフリーリグとかもうすべて、もうテール食われたでついてないけど、ここにこれちっちゃいビビットテール、大きい、まあちっちゃいブーツテールで、大きめのブーツテールで、これなんて言ったらいいの、キックフィンみたいな、でここにでかいブーツテールがついてるね。それぞれが波動が全部違っとって、で多動って呼んでるけど、すごいでしょ、発する引くともう 1,2,3,4,5,6,7 個がブワってやるもので、魚ってそういうボルテックスっていうか、もう見切れんモコモコに弱いじゃないですか。だからそれを目指して作った。
はい、おはようございます、フリースタイルボリューム2、今回のフリースタイルボリューム2はなんと香川県から府中湖から入って、で昨日が徳島県、リザーバ4カ所かな回って、最後、桑野川で、終わったんですけど、なぜそうなったかっていうと、このロケの始まる、先週かな、線状降水帯、全国的な線状降水帯のすごい豪雨があって、でリザーバー川含めて、旧吉もそうなんですけど、もうとにかく濁りがひどいのと、水位の増減水も激しくて、もうちょっと釣りができるこう水じゃないっていうところが多かったのね。だから点々と早く回復してる場所を探し回ったのがこの結果で、で、今日はこの一番回復が早いなって、そのリサーチした中で一番回復が早いなっていうところに来ました。で魚も昨日取ったのもここです。でどこで今日はちょっともうリサーチした中で一番いい場所で朝からスタートしようかなというところです。はい、にごやよ遊んでみた遊びやでね、今本気じゃないよ、バスとは持ってないベイトフィッシュ全くいなくなっとるぞ。うわ食ったよな、なんだあの食い方、でかいよあれ食ったやつ、50あるやん、あいつ行った、あかん止まった、昨日からこういうの多いな、かからんばいと、あれ口パクパクしてるのかかったの、来た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 、よっしゃこればっかやん昨日から、うわ1回躊躇してハッてやって2回も深かったよな、よしもう行くパクッて言ったんや、でも大丈夫、あ来たでかい、でもあれはむずい、
見に来るだけっていうね。具がでかすぎるやん。あれでかかったらもうとっくに食っとるよな。めっちゃ躊躇してるもん。食べれませんけど、食べたいんですけど食べれませんけどって。ダメだ、すげえ食い方してくる。今のはこう岸にスーッて刺してきたやつがおって、で上引いてきたんやけど全然反応しないもんで、こうホール刺してったらもう一緒についていって、着底前にパッパッって加え直したもんでいけると思ったら、まあなと。ああ。うわ、今のはもう運のみやな。あいつ刺しとるもんな。もう俺には無理だ。どう思う？俺は遊ばれとる絶対に。パーン。難しいよね。あの上が大好きなやつもおれば、もう上は大嫌いで下が好きとかさ、それぞれで違う。さあ、いやね。
いないな。ダメ、ゼロやわ。ちょっとさ、一番多分ダメなタイミングだと思う。流れが、上からの流れが全部バーって全て流れとるのね。だからそうじゃなくて、こういうところってこうせっかくベンドしとるんでとか、岩があったりとかでこう反転流ができる場所がところどころにあれば、そこには絶対バス溜まるんやけど、今もう上から見て全部全て、右岸から左岸まで全部バーって全てが流れとるのね。だからまだポストスポーニングとかアフター回復する前のやつらとかってここ登ってこうへんからしんどいでしょう。あとはやっぱりまあ多ゼロではないけど、あの下にいたようなアユのボールがここにはない。釣れた？ダメでしょう。終わりやろ。ビッグベイトそうだもん。上は何にもいません。何もいない。そこも狙ってみるか。そのあれ釣れるやつやろ。ちゃうんか。沈みやがった。すげえな。もうダメ。パコンで終わる。やつらいつかかるんやろ。今ワンバイトやわ。また戻って。こいつは人間をめちゃくちゃ知っとんね。めちゃくちゃ。サービス精神旺盛なバスだ。マジか。くっそ、また甘かみやん。完璧食った今。無理です。あの瞬間の合わせはどうせかからんし。めっちゃ反応してる。やけどルアーの、もうバスルアーの本当に10センチか5センチぐらい前まで来るんやけど、そこでパクパクしてる。ここで仕掛けるとすごいな。向こうに行ってほしいよな。セット食った。おっしゃ、ネットがねえぞ。でけえよ。おっしゃ、これはバラしたくない。
ょ、慎重に。おっしゃ、おっしゃ、勝った、勝った、でかい、やっとかけれた、ほら、やっとこんながっつり食ってくれたよ。おじさん。ああ、もう最高の瞬間です。バスフィッシングこれがあるからやめれませんわ、もう本当に。昨日はプロップマルチだったけど、今回はもうこういう瀬戸際、結局岸ギリに追い込んで食ってるもんで、このギリでこうこの辺りで食わすのね、ここでこうして。で何回もスイッチ入ったのは、ここはスイッチ入るのね、ものすごい。だけどこれバス食えへんねやわ、ここの位置が。でここでスイッチ入れてから次何かを利用してっていうので、このこういう岩とかのとこでトンって、これフローティングなんで、うん、結構ね遅い動きとこういうで寄ってきたらこうヘラ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 させて、でチュッてやってバコって食わせるっていう。で今回はそのなんて言ったらいい、昨日がプロップで割とボトムなんだけど、それは沖側でも食ったのね。沖側っていうか岸水辺から1メートルぐらい離れても食ったけど、今日はもうそれ全然効かなくて、もうギリギリかなって虫の時に分かったの。あ、カニの時にね。もうめっちゃ好きなの、岸ギリでポカポカした。でもっと本物にしたら、食ってるやつの見せたらもっとスイッチ入ってから完全に入ったね。2匹でもうこんなん体勢になって、あとはもう食わせるとこのスポットをどこに決めて、でそこであの岩があるんやけど、ちっちゃいここにこう乗せたらここまで来てるんで、そこからチュンって抜けさせたらパコン。それまではね、もうちょっとあのスイッチ入る前まではこの辺りでってやったんだ。でもちょっと早めのトゥイッチも混ぜてとかするともうこうしなくなったの、もう口をパクパクせずにもう真剣に追うようになったんで、その距離感さえつまえば多分パクって食うんで、あとは精度だけで、いいラインに入って乗せたらトトントトントトンって岩トッてなってトットンでパコンって食ったね。しかもでかい方が食った。で脳進化のマス張りです、ガード付き。もう岸切り岩乗っけたり、あのカバンに絡めたりするんで、脳進化でマス張りだから浮くんだけど、トゥイッチすると水に入る、で浮く、水に入る、浮くを繰り返す、うん、はあ、オッケー。ちょうどいいタイミングで雨降っていたね。ボリューム2ね、本当に波乱万丈っていうかさ、香川から、当初の目的の香川から行って、そこがもう雨でもう全滅状態で、でじゃあってことで旧吉だって、当初予定した旧吉行ったら、旧吉ももう真っ白で、じゃあってことで、じゃあ明日はリザーバーにしようってたどり着いたのはここで、午前中いい感じで50アップもマジで取れてからの、じゃあもっと違う場所探そうよっていろいろ回ったら全部白濁りとかで全滅で、結局またここに戻って
でやっぱりここは回復がすごく早くて、この水の色を見ればわかるけど、なんでやったのはいいけど、まあいるのが超天才ばっかで、それを食わすのに苦労したけど、やっぱりまあ自分の技量を最大限に生かして、うん、まあ取れんことは絶対ないなと思ってたんで、ずっと頑張って頑張ってトライして、やっと取れた53。いや最高でしょ。フリースタイルボリューム2、最高のエンディングだと思うよこれ。勝利の瞬間っていうかさ、自然にもバスにも勝ったっつうね。いや最高。帰りますかね。はい、お疲れ様でした。このひろっちゃん、バス釣り関係者にはすごく人気のお店で、僕も徳島昔から来た頃から通い続けてるお店であるんですけど、まあ特徴はね、まあ真ん中らへんかな、徳島ラーメン王道、うん、王道で、しかもうまい、うん、あとね、いろんなメニューが豊富なの。ラーメン以外のメニューも多いし、あと徳島ラーメンってバラ肉主体なんですけど、まあ、チャーシューがあったりとかいろいろあるんで、まあいろいろ楽しめる徳島ラーメン屋さんっていうひろちゃんです。でこれがね、肉チャーシューのもやしトッピングです。まあザ、まあ、王道のザ徳島ラーメンっていう感じなんで、うん、うまい。おいしい。このチャーシューが好きなんですよ。色っおいしいな。餃子セット、なんで、ひろちゃん餃子も美味しいんですよ。餃子うまいわ。めっちゃかけないと思うし。